はい、こんにちは、よろずやおじいです。今回はですね、草刈りを行うにあたって前工程の大事な準備の部分について皆さんにご説明していきたいと思います。皆さん、なんで前工程が大事かと言いますと、前工程としてその道具をいろいろなものを準備しとかないと後々自分が苦労することになります。それを極力回避したいがために前工程を大事にしたいということですね。じゃあ皆さん、前工程にあたって私が特に重要視している内容がまずあります。一つには長靴ですね。何でもそうですけど、足元からやっぱ固めていかなきゃいけないんで、長靴を選ぶ場合、比較的皆さんはダボっとした長靴を履いてると思うんですが、比較的足にぴったりしたものを選んでください。じゃないと結果的に足が疲れて草刈りができないということになっちゃいます。ぶっちゃけ私も以前はブカッとした長靴を使ってたんですが、やっぱりどうしても足も疲れるし、あとのり面みたいなとこを買った時に長靴の中で足が踊ってしまうんですね。そうなると結果刈りづらいし、危険もそこに伴ってきますよね。そこで最近考えて、長靴がダメになってしまったっていうこともあるんで、足にピタッとしたフィット感のいい長靴を選んでみました。それをすることによって今度は足も踊らず、普通にスニーカーを履いてる感覚で長靴を履いて作業ができることに気づいたもんですから、この件については皆さんにぜひとも知っておいてもらったら嬉しいかなと思ってます。次に紹介したいものが、最近の草刈り機っていうのは比較的振動がすごいんですね。使ってる時のその振動を回避するための素晴らしいグッズを私は使ってます。ちょっとここで紹介したいと思います。こちらの商品になります。これは震源くんと言いまして、振動を回避できるための手袋なんですが、実際これ私が使ったものですけど、こんな感じになってます。で、実際手につけてみるとこんな感じです。このイボイボですね。こんな感じになります。で、このイボイボの部分が草刈り機のハンドルから振動を取ってくれて、結構これは疲れも軽減します。両手をつけるとこんな感じですね。この信玄くんなんですが、これは普通のホームセンター等で売ってます。で、値段的には確か私の記憶だと1200、300円だったような気がします。でも決して高いものではないんで、普通の手袋を使っていることを考えたら、ぜひともこれを私は推奨します。で、そもそも私がなんでこの信玄くんを使うという方向になったかと言いますと、実はその当時 H というメーカーの草刈り機を使ってました。 H というメーカーの草刈り機は比較的軽量タイプなんですが、振動が多いんですね。30分1時間使ってるうちに手がもう振動でブルブルやられてどうにもなんない状態になってしまうんですね。その痺れが30分1時間取れない、で、そういう問題があって、そこでたまたま友人に聞いて使い出したのがこの信玄くんです。いざ使ってみると、これは私の中ではザ・パーフェクトな商品になります。続いて3つ目になります。3つ目は安全上の問題があるんで、通常の方はこのようなゴーグルですね。あ、逆さまでしたね。ゴーグルを使うと思うんですが、私はこのゴーグルを使ってます。なんですが、使ってたんです。ただ問題は、これをして作業すると結果的にこの中が汗で曇って前が見えなくなってしまいます。そこで私は考えました。このゴーグルはゴーグルで使うんですが、最近はこちらのゴーグルですね。決してサングラスではありませんよ。こちらはこんな形のサングラス系のゴーグルなんですが、実はこの面がメッシュの網なんですね。網のゴーグルを使うことによって、まず曇らない、で、風通しがいいので目の周りにあまり汗をかかないんですね。ただ視界の問題があります。視界の問題については皆さんの家にも網戸があると思うんですが、網戸から外を見てるようなそんな視界になります。ただとはいえ、5分10分かけてればそこは人間の目は優秀なんで結果的に慣れてきます。で、物も軽いんで顔からこれが落ちることもなく、比較的私はこれを推奨しています。私の中ではザ・パーフェクトと思ってます。続きまして、今度4つ目ですね。4つ目としては頭を守る、日焼けから自分を守るという意味でこれです。麦わら帽子ですね。なぜなら見ての通りメッシュも粗いんですけども、これによって風通しがいい、なおかつ涼しいで、上から物が落ちてきてもある程度つばの部分で回避してくれますし、何より草刈りをやってて何が一番辛いっていうかというと、この耳のこの上の部分ですね、ここが日焼けしてしまうと、とにかく後になってヒリヒリ痛い、焼けて黒くてかっこ悪い、皮がむける、自分としての見てくれが良くないということもありまして、基本皆さんキャップかぶったり布を頭に巻いたりしてますけども、やはり私の中ではこのコンパクトなつばの小さいこういう麦わら帽子、だいたい値段的に1000円から1500円ぐらいで買えますんで、こちらを使うことをとにかく推奨しています。で、皆さん、お待ちかねの、皆さん今まで話をしていて、なぜよろず屋さんそんな準備でも長靴とかそんな話ばっかしてるんだいと、歯じゃないのかいという疑問に駆られますよね。これがちなみに私が使っている歯です。で、歯のどこにこだわってるかと言いますと、この部分ですね。あ、間違えました。こっちです。
この部分ですね。草刈り機はだいたい私は 28cc ぐらいのものを使ってるんですが、そうなると草を刈る上で草刈り機の刃の大きさが255、しかも刃の枚数が40匹、40刃がついているものを選んでます。ただ40の刃というと皆さんは刃の枚数が多い分草刈り機に抵抗かかるんじゃないかっていう方がいると思います。確かにそうです、確かにそうなんですが、私が刈る草というのは柔らかい草ばかりではありません。当然ススキとかカヤとかそういう茎の硬い草があるんですね。それも同時進行で刈らなきゃならないんで、やはり刃の枚数が多い刃を選択してます。でちなみに私が使ってるこの、今年これがマイブームなんですけども、この刃の値段は皆さん一番気になるところだと思いますんで、値段についてはだいたいこれで、まあ、約2000円っていうところですね。はい、1000円ぐらいの刃とか2000円、3000円、4000円、5000円ぐらいする刃もありますけども、なぜ2000円かと、意外と2000円の刃ってみんなバカにしてますけども、結構持ちが良くて、今まで1000円ぐらいの刃ですとだいたい年にまあ10枚15枚刃を交換します。ところが2000円ぐらいの刃になるとだいたい年間 4,5 枚刃を交換すれば、だいたいその年は刈り切ってしまうことができるんです。以前1000円ぐらいの刃を使った時はどうしても石とかでチップが割れてしまって刃が切れなくなっちゃう。石だけではないですけど、例えばコンクリートの壁の端でチップが欠けちゃうとか、あとはまあガードレールの足とかポールの足にチップが当たって欠けてしまう、まあ、2000円の刃ですと多少値段が高いっていうことも自分が意識するんで、当然無駄な刈り、攻めな刈りはあまりしなくなりますよね。まあそういう、これは自分に対しての戒めかもしれませんけども、ただ安い刃だとコストパフォーマンスが悪くて、新品を下ろしてもだいたい30分ぐらい使用してると切れなくなってきます。でも2000円ぐらいの刃ですと、まあ1回の草刈りだいたい私1時間から1時間半、まあ平均してそんなもんですかね、その時間思いっきりこの1枚の刃で刈り切ってしまいます。まあそういう実績も踏まえて私はこの2000円の刃を推奨しております。そこでさっき刃の話をしたんですけども、刃を使うにあたって一つ知ってる方もいられると思うんですけど、私の中でスペシャルなツールがあります。こちらの商品になります。こちらは通常刈り払い機安定版っていう名前のものらしいんですけど、この商品名はジズライザー、多分知ってる方もいると思うんですが、これを草刈り機の刃の下にこうつけるわけですね。そうすると草刈り機の刃に対してカップがついてる、要は下が出張ってる分地面との接触がしなくなります。によって石を弾くことがないので、刃のチップが飛ぶ可能性はかなり軽減されます。で、それともう一つ、これ結構重要なよろずやポイントになりますけども、こちらは実は意外と知らない方が多くて、皆さん草を刈るときって比較的地刈りといって、まあ、地面ギリギリのところから草が伸びてる感が嫌だって刈る人が多いんですが、まあ、それが間違ってるとは言いません。でも先ほどのジズライザーをつけることによって、地面から先のタイプは30ミリ高さが上がります。30ミリ上がることによって草には成長点というものがあります。成長点というのは茎が伸びて葉っぱが開く、その上の部分ですね。その上の部分を皆さん地刈りで下から切ってしまいます。下から切ってしまうと成長点の下を切られるんで、すぐ草は伸びてきます。ところが成長点の上を切ると、成長点がそこにあるので、その上が一気に伸びることはありません。よって、通常地刈りをして1週間で草が伸びてしまうところが、だいたい2週間ぐらいは伸びないで、まあ伸びないわけではないですけど、多少の伸びで、綺麗なグリーンの芝状態で草を刈った人がいるという状態になります。ということは、草を刈る回数が当然4回からとか3回で済みます。これはまあ私の持論ですが、これは皆さん今後草を刈る上で一つの選択肢にしてもいいのかなと思ってます。そして最後に、じゃあよろずやさん草刈り機どうやって少年っていう話になりますね。そこで私が推奨したいのがこちらになります。3点式シートベルトではありません。こちらです。通常草刈り機を購入しますと肩吊りのショルダーがついてくると思うんですけど、それだと片方の肩で草刈りを背負う関係上、やっぱどうしても左肩が疲れます。で、左肩に2が背負ってる分右腕が疲れます。なんでそこで私が推奨したいのが、まあ通称3点式のショルダーです。こちらだとまあちょっと装着してみます。このような感じになります。このような感じになるので両肩で草刈りを釣るようになります。そして釣る部分はこのような感じですかね。まあ安全装置ついてますんで、これを引けばガチャッとここからは外すことはないでしょうけども、外れるようになってます。で、やはり3点式にすると全然疲労感も違うんで、草を刈るのもやはり両方で釣ってるんで、機械自体が多少重い機械を使ったとしてもすごく安定してます。これはぜひとも皆さんにもう最大のチェックポイントとしてこれはお勧めしたいと思います。ちなみにこの金額はこれ確か2,200〜2,300円だと思いました。そもそもなんで私が3点式にしたかというと、まあ色はオレンジで派手で、私派手なの好きなんで
ので、この色、そしてそもそもは肩吊りの紐を使っていることによって、まあ、草刈りが慣れてないということもあったんで、やはりちょっと無理をすると実際自分が平勢行っている仕事に支障が出てしまう。こっち側だけ肩が凝ってしまう。で、右腕がなぜかこの辺がこっち吊りなんでパンパンになってしまう。そういう問題があって、結局これにすることによってかなり現在は快適に仕事をこなすことができます。一つこれは持論になりますけども、これにするようになってから、例えば今まで1時間で草を刈ってた場所がどういうわけか今40分あれば枯れるようになっちゃいました。まああくまで個人の見解ですね。ただ皆さんが実際これを使ってどう思うかはまあわかりませんけども、私の中では神のショルダーって呼んでます。はい、最後ですけど、決してよろずやおじいは万能な男ではありません。でも30年草刈りをやってきた中で試行錯誤いろいろ、まあ他にもいろんなものは使ってきたんですけども、ここ 2,3 年でたどり着いたのが先ほど紹介した神の7つ道具です。こちらを使うことによって私の草刈りは劇的に進化しました。人間的にも進化したかどうかはちょっとわかりませんが、かなりこれによって進化したと思います。準備8割本題2割、こう思って草刈りをしていれば、もしかしたらあなたの伸びしろも上がるかもしれませんよ。で、皆さん、準備8割本題2割ということなんですけども、結果的には皆さんやっぱり楽しんでやらないと、これは楽しいんだと思わないとやはり伸びしろはないんで、そこは皆さん頑張りましょう。以上、これが30年間草刈りをやり続けてきたよろずやの神の7つ道具の紹介でした。ご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。